も見たいところですよね。そのストレート弾き返していきましたが、強い当たりのピッチャーゴロでした。少し不気味かなっていう感じがしますね。そうですか。ここは外いっぱい150キロのストレートでした。ワインド2、これは打たされる形になりました。丁寧に浅村がさばいて一塁へ落としてきました。スイング、空振りの三振、最後はフォークボールでした。降りていくようにうまく抜いてくるボールです。連続三振で2アウト。チェンド2、ストレート、152キロストレートでした。このイニングは3者連続三振、誰だからっていうのはそんなに気にしてない感じですけど、ね、ここは3球三振でした。則本早くも5つ目の三振を奪い取っています。追い込まれた若月落としてきました。これで5者連続三振、早くも6つ目の三振です。フォーク、手が出ました。これで6者連続三振です。逆方向、ショート取りました。ショートライナー、これもショートへの当たり。ショートは今回は細かいステップから一塁へ。ストレート、吉田正尚シュートでした。三遊間への当たり、見逃しの三振。杉本は2打席連続三振、手が出ませんでした。スライダー打ち上げた、真ん中に入ってきたスライダーでした。ショート小深田落下点、展開すれば流れは変わってきます。逆方向、前に落ちた。中川はホームに帰ってくる。タッチはアウトかどうか、判定はアウトでした。ストライク返球、好返球でした。ライト岡島、ストライク返球でした。1点返すことはできませんでした。5回までが終わっています。2対0。強い当たりはよく取った。一塁へ、ネット、トップレーです。三塁線は抜かせませんでした。インコース要求か、見て見逃しの三振、手が出ませんでした。則本、今日心強い三振。バットの先、弱い当たり、小深田に見送る。スライダー、今日10個目の三振を奪い取りました。先頭中川、スルーすることはできませんでした。井岡田、ベテランの2人引っ張って、1点1、2塁間は抜けませんでした。井岡田うまくついていきましたが、1塁間は抜けませんでした。浅村がうまくさばいて1塁へ。初球から狙って、三遊間に打った。さあ、形は田中コーチが回した。形はホームに帰ってくる。タッチはアウトになりました。今日2つ目のホームタッチアウト。このイニングもオリックス得点返すことができませんでした。